シブトラミンは、いわゆる、痩せ薬の一つ。日本では、エーザイにより2007年に、医薬品製造販売承認が申請され、2009年9月26日に、却下された。販売名は、アメリカで、メルディアをオーストラリアでリダクティル。通常は、塩酸塩である塩酸シブトラミンの形で使用される。本薬は、中枢神経系に作用することと、 安全性の項に詳述した通り、高血圧等の循環器系に関連する有害事情が発現する可能性があることに鑑みると安易な服用及びオーバードースは避けるべきである。また、日本において医薬品製造販売承認を取得していないため、医薬品副作用被害救済制度の適用対象にはならない。 脳内の神経細胞によるセロトニン及びノルアドレナリンの取り込みを阻害するスナリーである。ただし、通常のスナリーとしての効果は有しておらず、抗うつ薬として処方されることはない。翻訳の添付文書によると、食事療法とともに翻訳を半年間継続的に服用することで、 約6キログラムから1 0ラム弱の体重減少が観察されることが報告されている。なお、プラセボ群でも約1キログラムから約5キログラムの体重減少が観察されている。また、健康人、2型糖尿病患者、高血圧患者を対象とした臨床試験の結果、数%、10%以上の体重減少が観察されている。ただし、 これらの臨床試験は、いずれも BMI が32以上、かつ体重が 87kg 以上の肥満人を対象としたものであることに注意されたい。シブトラミンはその薬理作用の関係で、モノアミン酸化酵素阻害薬のような、セロトニンの分解を阻害する薬物との併用は、近畿である。また、本薬はスナリーであること踏まえると、スリーなどの神経細胞のセロトニンを、 再取り込みを阻害する薬物や、スナリーとの併用も警戒を要する。したがって、うつ病のような、これら薬物の投与を受けている、可能性がある疾患を抱えている人は、医師に相談した上で、使用の可否を考える必要がある。なお、メリジアの製造販売元である、アボットラボラトリーズ社は、本薬の添付文書において、接触障害の人や他の中枢神経に作用する。 痩せ薬モノアミン酸加工素素外薬との併用は近忌である。胸気術している。また、緑内症患者も近忌である。さらに、シブトラミンの投与による高血圧、肺高血圧や心拍数上昇が発現することも注意喚起されており、循環器系に関わる基礎疾患を有する人は、服用前に医師に相談するのが望ましい。その他の有害事象としては、 狡猾がある。2007年7月26日、フランスの医薬品当局であるアフサップスは、シブトラミンに関連した、有害事象が効能を上回る問題であるとして、シブトラミン配合製剤の輸入、調合、処方、投薬をすべて禁じた。2007年10月9日、カナダの政府機関であるヘルスカナダは、 2001年6月1日から2007年5月31日までの本薬の市販後調査結果を公表し、シブトラミン服用者に65件の有害事象が発生したことを明らかにした。うち13件では少なくとも1以上の近畿事項に該当していた。以下にそれらの事例を紹介する。2010年1月22日、欧州医薬品庁はコーヒーマン薬。 シブトラミン塩酸塩水や獲物について、心臓発作などの心臓血管病のリスクが、ベネフィットを上回るとして、使用の中止勧告。2010年10月30日、中国の政府機関である、国家食品薬品監督管理局は、シブトラミン製剤と原料薬の中国での製造、販売及び使用を停止すると決定。レプトス、オビシュタとサイビュートレックス、 極微などの存在が知られている。なお、ここで言われるジェネリック薬とは、日本国内で通常使用される用語とは、意味が異なることに注意されたい。中国製などの痩せ薬に、未許可で配合されている例がある。香港衛生所は2010年6月7日、香港でサンプリング購入した痩せ薬、ンツー、センスリー、スリムストーリー送信のービ、ジンから、 シブトラミンを検出し、市民に対して購入や使用の中止を呼びかけた。医薬品であるのにサプリメントであるという宣伝がしばしばなされている。個人輸入するしか入手方法がないのが建前ではあるが、実際にはいくつかの美容内科や美容外科で処方されている。ありがとうございます。